このチャットルームに貼ってあるリストは何？メンバー紹介のために音声を取る。曲だけ聴いてもらえればいいから必要性を感じないけど。まあそうだね。正体不明って言われてる私たちがそういうメッセージをつけたら話題にはなるけど、それで少しでもたくさんの人に私たちの曲が届くなら。わかった。試すだけならいいよ。このリストに沿って喋ればいいの。わかった。まず名前。25時ナイトコードで、酔崎かなで、主に作曲を担当して。え？本名じゃなくてハンドルネーム？じゃあもう一回。名前は K。 主に作曲を担当してるけど、完成した曲はみんなで歌うことにしてる。誰か一人が歌うより4人で歌った方が音楽に幅が出るから。次、サークル名の由来。25時は集合時間。ナイトコードは使っているツールの名前。ナイトコードはボイスチャットとかファイルの共有機能があって助かる。いつからやってるか。曲作りは子供の頃からやってるけど、本格的に作り始めたのは中学の頃から。ずっと DTM。 次は好きな食べ物。アミヤ、これいるの？好きな食べ物なんて音楽にもサークルにも関係ない。まあそうだね、これは試しだし。じゃあ一応、好きな食べ物はカップ麺。お湯があれば食べられるし、最悪水でもいける。作るのも食べるのもあんまり時間はかけたくない。できるだけ作曲やインスピレーションを得るためのインプットに使いたいし。そういう意味では高校は通信制で住んでるから楽。ネットがあればカップ麺も頼めるし、サークルのみんなともナイトコードのボイスチャット機能でやり取りできるし。最後は抱負？抱負は一曲でも多く誰かを幸せにできる曲を作ること。このサークルを作ったのもそのため。お父さんのためにも。ううん、なんでもない。はい、終わったよ。でももし本当に撮るなら、もう少し中身を変えてその上で声取りたい。うん、その時はまた相談して。